そういえば翔太君の個性が発動したってことは僕触られてたんだよなということはワン・フォー・オールもモノマ君にコピーされてた私の個性ワン・フォー・オールはいわば何人もの極まりし身体能力が一つに収束されたもの生半可な体では受け取りきれず指針がもげ爆散してしまうんだ